どうぞ。日本住宅新聞の大川と申します。よろしくお願いします。日経さんの方にも出てましたけども、一般家庭の、で CO2 削減できた枠をまとめて、で企業も売却する制度を導入するというような、お話が出てましたですけども、まあそれについて大臣のご意見伺います。結論を先に言えば、まあ、面白い発想だと思ってます。ただ、まあ、ご案内のように国内排出量取引制度はまだ正式な形になっていない中で、まあ、ある意味で自主行動計画等については、まあ、企業にとっても意味があるのかなとこう思いますが、まあ、一つの、まあ、社会実験的なですね、意味があるのかなというふうに思います。で特にこれは今回経産省の方が予算要求をしている中で出てきている話、ご承知の通りだと思いますが、そういった意味で、いわゆる太陽光パネルの誘導策だとか、そういったことに加えてそういう排出枠のある意味では買い取りがあり、さらにまた企業が買い取ったその金額をここのすると、そういう仕組みになってまして、まあ、予算獲得に向けた一つの新しい知恵なのかなと思います。例えば太陽光発電についての補助金がついていたり、あるいは住宅エコポイントまた来年度もということで算定されていますけれども、どの補助金を使うとどの補助金が使えなくて、どれとどれが併用できるかというのは非常にだん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 補助金が増えてきて複雑になってきて、まあ、例えば私ども公務店向けの新聞なんですけども、まあ、現場に一般家庭に近くなるほどどれを使っていいか複雑で、使い勝手が悪くて面倒くさいというような話もちょっとずつ聞こえてきてるんですけども、その点についてはどうでしょうか。そういうのは本当にあってはいけない話だと思いますから、極力、まあ、新政権としてはですね、そういうのをだから簡潔にしていく努力をしないといけないですよね。でそういう中で、まあ、環境絡みの話は環境省の予算全体のある意味では管理をするというような大ごとの規定もあって、私も閣僚庫の中でそういう環境省からの要請もさせていただきますよという発言をしているんですが、まあ、なかなか実態問題としてどこまで調整できるかというと力関係の問題もあってですね、最終的なところまで分かりませんが、まあ、整理して、国民の皆さんがどうせやるんだったら使いやすい制度を作っていくというために頑張りたいと、こういうふうに思います。ただ各都道府県レベルでは説明会というともう随分環境省も国交省も一緒になってやらせてもらい、また地元の都道府県単位での建設業組合といった工務店さんなんかが入っていらっしゃる会を通じて相当説明はさせてもらっているはずだと思うんです。ですから私どももついこの間二重冊子に全部取り替えたんですけれど、非常にスムーズに手続きしてくださいましたよ、冊子屋さんでした。そういう意味では皆さんも分かってらっしゃる。県に行ったらどっちの公務員が一緒だと思うんですけど、県が来てくれればいいってことなのかな。そうですね、何県でその話が出てるんですか。まあ、いろいろなところからですね。ただまあ制度をね、やっぱりそうあんまりこう複雑にしないように努力をするってのは大事なことですよね。ありがとうございます。よろしいでしょうか。フリーランスの岩上康美です。築地の豊洲への移転問題について、お尋ねしたいと思います。豊洲の土地がですね、元東京ガスの土地で非常に汚染されているということが懸念されているんですけれども、この問題がなかなか、まあ、見通しが見えてこない。都がですね、いろいろな形でこうデータ隠しをしたりとかですね、いろんな問題があってですね、党に対する信用がちょっとなくなっております。またこの問題は地方の問題にとどまらず、もし汚染されている土地でですね、魚がさばかれるようなことになれば、全国の消費者国民の口のに乗ることになりますから、大変大きな問題だと思うんですけれども、まず
1点、何点かあるんですけれども、まず1点、もともとこの土壌汚染対策法というのは国の法律で定められていて、有害物質26種類検出しなければいけないところ、これ施行されてからですね、その、まあ、移行期間という、間にではあってもですね、7種類の物質しか、検査をしていない。その7種類の物質の中でもですね、例えばベンゾピレンというのが基準値の115倍出てきた発がん性物質です。それから検出されてはいけない猛毒のシアン、これが検出限界の930倍出てる。それから発がん物質のベンゼンが4万3000倍という、とてつもないこうどう、まあ、あ有害物質が検出されてる。なぜこれを、まあ、今の段階であればですね、この国の基準で、もう一度きちんとですね、他の物質も含めてですね、検査し直すことができないのか、さらにはですね、これについて、汚染対策費が586円盛り込まれてですね、2月3月に実験が行われたんですけど、要するにこの東京都です、東京都の実験が行われた。でそれでベンゼンに関してですね、この最大4万3000倍の環境基準値だったものを、基準値以下にできたと発表したんです。ところが最初の初期値は全部積み塗りだった。で後でこれ情報公開請求したら出たらですね、なんと4万3000倍を基準値以下にしたんではなく、基準値のもともと 2.7 倍のサンプルを、無化したということが分かったんですね。つまり最初の発表が全部嘘だったということが明らかになってしまった。こうしたですね、失態がですね、連続して起こっていて、信用が本当になくなっているんですけれども、これ国民全体の公衆衛生あるいは健康問題に関わる話ですから、国としてですね、この問題どういうふうに、まあ、指導とかですね、監督とかしていかれるのか、まあ、ちょっとお考えをお聞かせいただきたいんですけど、国として、まあ法改正である程度のこう国が関与できる部分を広げましたよね。ですからそれは、まあ、今後はそういうことは直接的にやれる部分も出てくるのかもしれませんが、現段階で国としてということは直接的にはできない、で今みたいな数値というのは、あ、もうこれは明らかに数字になってます、はいはい、他にも問題点いっぱいあります。続けてちょっと質問させていただきたいんですけど、これ7月21日付の朝日ではっきり発表されていることですけれども、土壌汚染対策法に定められたやり方でですね、上の土を削って、盛り土をすると、まあ、汚れてない土を持ってくるということですね。それによって、汚染被害というのを食い止められるんだということになっているんですけど、50センチだけじゃなくて都は 2.5 メートル、随分盛ったんですね。ところが盛った土のところが再汚染されていることが明らかになりました。それはその盛った土自体が汚染をされた土を持ってきちゃったという可能性と、それからですね、下から、そうです、都の技術会議というのがあるんですけれども、都の技術会議、都のが設置した会議の方は、これは都は再調査しなければいけないんだけれども、そもそも地下水で汚染されてますから、要するに濡れた紙の上に乾いた紙を打ったら当然吸い上げられるのと同じ理屈で、まあ、土というのはですね、必ずその毛細現象で地下水によって汚染されてしまうと。でこれは危険だと、これは専門家が言ってるんですけれども、それは大丈夫だとずっと都は言い張ってた。ところが実際に森氏がその再汚染されて、汚染されてるととにかくはっきりしちゃったんですね。これだったらもう手の打ちようがないじゃないかということが出て、都は今都の技術会議でさ、失礼ですがお手盛りの会議で、ここに日本環境学会のメンバーとか一人も入ってないんですね。トップにいらっしゃる方はロボット工学の専門家で、土壌汚染とか地質のこと全くわからない方、そういう方が入ってるメンバーでもどうにもならない。もうちょっと下がったな、うん、ちょっと、はい、非常に深刻なですね、事態だと思います。途方もない予算をかけて、予算をかけてですね、そして汚染対策実際にしても汚染されている、再汚染されてしまうという状態、これの状態を放置して、もしそこに豊洲に例えば魚の生鮮市場を持っていくと、それが汚染された魚が全国に流通されてしまうことになるので、これは放置できない事態ではないかというふうに思われるのですけれども。